はい、どうも、ひやいせーす。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、海外のスニーカーズの話になるんですが、はい、なんとすごい企画が始まっていると。びっくりしました。はい、オフホワイトとナイキダンクローのザ・フィフティコレクション当たったと思うんですけども、はい、これがなんと毎日当たる企画が、そうなんですよ。始まるんですね、スニーカーズの方でね。そうなんですよ。まあ、海外になるんですけども、はい、まあ、この流れを受けて日本にもね、来てほしいなと。欲しいなと思うんですよ、ね。いう願いを込めてね、今日はこのあたりの解説をやっていけたらなと思うんですけども、はい、その他、ルール情報がいくつか出てきてるんですかね。そうですね。今後発売予定の気になるナイキ SB ダンクローであったりとか、はい、ナイキ SB ダンクハイであったりとか、うん、ダンクがね、またたくさん出てきているんで、はい、はい、ご紹介したいんですけども、はい、はい、このチャンネルではスニーカー、ファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になる方はよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、そうです、ね、ナイキダンクローのジャッキー・ロビンソン、はい、こちら久しぶりに情報更新ということで、もともと4月にね、発売されるんじゃないかという話が、はい、あったんですけども、はい、ようやく来ましたね。そうなんですよね。US のスニーカーズの方で、7月19日付で、ジャッキー・ロビンソンとナイキ・ダンクローのコラボが発売するみたいなんですけど、なぜもともと4月じゃないかっていう話を以前やってもらってたかと言いますと、ジャッキー・ロビンソンっていうのは、まあ、軽く説明させてもらいたいんですけど、まあ、黒人初のメジャーリーガーといいますか、はい、まあ、メジャーリーグ選手として、そんな彼が、黒人初メジャーリーガーになったのが、今が75年前なんですよね。はい。で、4月の15日に試合に出たので、まあ、4月に発売されるんじゃないかっていう話やったんですけど、はい、で、その前から結構持ってらっしゃる方の投稿もあったんで、発売が近いんじゃないかって言われてたんですけど、7月19日の発売予定で来てました。そうなんですね。はい。で、これがね、7月19日なんでかなと思ってたんですけど、あれなんですよね、オールスターじゃないですか、メジャーリーグの。はい。その日なんですよね、これ。あ、そうか。その日に合わせてるんですよ、ね。はいはいはい。で、まあ、オールスターの7月19日に合わせて、発売情報が出てきました。はい、以前にも話させてもらってるんですけど、集団の部分に75って書いてるのは、黒人初のメジャーリーグになったのが、まあ、今から75年前なんで、はい、75周年記念ということで75って入ってるんですけど、はい、あと42って書いてるのはブルックリン・ドジャースにいた時の、まあ、背番号が42やったんですよね、はいはい、でそれ落とし込まれてるんですけど、これね、はい、すごく気になってるんですよね。はい、なんて言ったらいいんですかね、まあ、シューレースのね、はい、口が縫われていて、そうなんですね、なんかね、野球の縫い目にもね、あ、そうなんですね、見えるようなデザインにはなってるんですけども、はい、これもいいなというと。なんかね、ウェルメイドに作られてるこのナイキダンクロー欲しいですけど、うん、日本での発売情報には出てきてないんですよね、これ、ね。出して欲しいんですけど、ね、そうなんですよ。はい、今のところ119日の発売予定で来てるんで、うん、まあ、日本の方でもね、遅れること来てほしいなと思うんですけど。かっこいいですよね。はい。はい、でそんなね、まあ、先ほど紹介させてもらったのは、うん、ブルックリン・ドジャースの話させてもらったんですけど、はい、でブルックリンからロサンゼルスの方に本拠地を変えた LA ロジャースの話したいんですけど、はいはい、以前から僕ら気になってるナイキ SB ダンクローと LA ロジャースのカラー落とし込んでるモデルが発売するんじゃないかとさせてもらってたんですけど、はいはいはい、ナイキの格子が出てきまして、ああ、これもね、発売が近いんじゃないかって言われてるんですよ。うん、なるほど。これに関しては以前からさせてもらってるんですけど、集団の裏ちょっと見てもらいたいんですけど、集団の裏にヤシの木 と、うん、あとウェルカムって書いてるんですけど、はい、ウェルカムっていうのは、まあ、ドジャースへようこそって意味だと思うんですけど、うん、この集団のヤシの木っていうのはちょっとこれ見てもらいたいんですけど、ロサンゼルスにある、マンハッタンビーチってあるんですけど、うん、このマンハッタンビーチの写真ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、あのパームツリーがブワーってなってる写真があると思うんですけど、はいはい、まあ、これ落とし込んでるんですよね、これね。あ、そうなんですか。はい。で、このね、マンハッタンビーチの、このビーチ裏に、ドジャースの選手がね、家持てたりするらしいんですよ、ね。ああ、そうなんですか、ね。そうなんですよ。はい。で、そういった意味もあって、それ以外にですね、ちょっと特別版の、このドジャースのキャップ見てもらいたいんですけど、以前発売された特別版のこのニューエラの帽子なんですけど、よく見るパームツリーが落とし込まれてるキャップも出てるんですよ。はいはい、そうなんですね。はい。まあ、ドジャースと、まあ、カルフォルニアにゆかりがあるということなんで、このヤシの木を落とし込んでる中端の手になってるんですけど、これもいい色ですよね。それプラスちょっとね、あのアウトソールがやっぱり、そうなんですよ、はい、はい、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、ビッグリーグ中っていわれるピンク色のカラーのチンガムがあるんですけど、まあ、それをね、噛んで、まあ、発揮してた後に踏んだ後のようなデザインといいますか、そうなんですね、になってるんですよね。はい、はい。これちょっといいなと思っているんで、選ばなと思ってるんですけどね。出してほしいですね、早くね、はい。そうなんですよね、はい。発売日に関してはまだできてないんですけど、ナイキの公式写真が出てきてるので、おそらく近いんじゃないかなと思われるんですけど。はい。はい、
で続いてなんですけど、ちょっと野球が続くんですけど、はい、ナイキ SB ダンクハイム、サンフランシスコジャイアンツです。そうなんですよね、はい。サンフランシスコジャイアンツのカードを落とし込んでるようなナイキ SB ダンクハイが以前発売されるんだけど、差し回ってなんですけど、これもナイキの公式で出てるんですよ。そうなんですよ、はい。こういったので出てきてまして、で、まだこれもね、シューターの裏が面白いんですけど、片方は、ボートといいますか、カヤックのデザイン落とし込まれてまして、はい、もう一つはね、大きなグローブが写ってるんですけど、ちょっとね、この写真見てもらいたいんですけど、サンフランシスコジャイアンツの本拠地である、オラクルパークっていう球場があるんですけど、はい、そのね、フェンスの裏側ちょっと見てもらいたいんですけど、こういったふうにボートとか止まってる写真わかりますかね？ありますね。はい、これっていうのは、このホームランを打つと飛び越えて、この、なんですかね、この海の部分にボールを落ちるじゃないですか、うん、はいはい、それをボートで待ってこのボールを取りに行くっていうね、それを落とし込んでるそのボートを出してる感じといいますか、まあそういうことなんですね、はい、でもう一つこのグローブっていうのは、うん、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、めちゃくちゃでかいあのコーラの瓶してると思うんですけど、はい、その隣にそのむっちゃでかいグローブを映ってるんですよ、はいはいはい、これ落とし込んでるんですよ、ね、なるほど、はい、なんで、まあ、このオラクルパークって言われるサンフランシスコジャイアンツが本拠地にしている球場の、まあ、ゆかりのあるものを落とし込んでるって感じなんですけど、なるほど、ね、でこれも先ほどの、まあ、LA ドジャーズのカラーを落とし込んでる、ナイキ SB ダンクローと同じくですね、まあ、ガムですよねこれね、そうですね、そうなんですよね、はい、僕ねこれ気になるんで2つとも、まあ、日本の発売情報ではまだできてないんですけど、うん、また、スニーカーズの方であったりとか、うん、発売情報ってのはちょっと同じでしょうかなと思ってるんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、クロスケートと、ナイキ SB ダンクハイのコラボですね。そうなんです、これもねナイキの公式写真ができまして、うん、まあ、発売に関しては今年後半じゃないかって言われてるんですけど、以前持ってらっしゃる方の投稿で紹介されてもらったカラフルなナイキ SB ダンクハイになるんですけど、はい、クロスケートっていうのはシカゴに拠点を置いてる、まあ、スケートコミュニティと言いますか、そことの SB シリーズのコラボで、うん、ナイキダンクハイが出てきるんですけど、まあ、以前にもなさせてもらってるんですけど、よく、サイドパレルのホワイトのレザーを見てもらうとエンボス加工でオールラグっていう風に書いてるんですよね。なるほどね、はい、でまあ左右非対称と言いますか、まあ、これカラーが鮮やかと言いますか、そうですね、はい、シューレースの方にもオールラグっていうような、テキストが入ってるシューレースが入ってるんですけど、うん、はい、それ以外にもね、あのこんな感じでシューレースなんかいっぱいたくさんついてるみたいなんですけど、海外のスニーカー系サイトに書いてたんですけど、高品質の革が使われてるって書いてましたね。ああそうなんですね、はい、これハゲ口のあたりとか面白いですよね。すごいですね、なんか、はい、ソックスライナーが、まあ、キルティングっぽい感じになってるんですよね。そうですね、はい、でこれもまた鮮やかなカラーで左右色変えてるんですけど、はい、面白い一足なんでね、日本での発売ちょっとね、あの期待ですね。そうですね、はい、はい、で続いてなんですけど、コンセプツとナイキ SB ダンクローのコラボで、オレンジロブスターですね。あ、そうですね、はい、コンセプツっていうのはボストンにあるセレクトショップなんですけど、2008年から始まっているナイキ SB ダンクローのコラボでロブスターシリーズっていうものがありまして、うん、前回はパープルのカラーでコンセプツとナイキ SB ダンクローのコラボが発売されたんですけど、はい、それに続く新色ということでオレンジのカラーで以前持ってらっしゃる方の投稿をやらせてもらってたんですけど、うん、さらに持ってらっしゃる方の動画に本当いろんな角度で分かりやすい写真ができるんで、はい、ご紹介させてもらいたいんですけど、以前フィアレスが気になってたトゥーボックスのあたりにゴムをこう巻いているようなね、それ映ってますよねちゃんとね。ああそうですね、そうなんです、これあれですよね、要はあのハサミの方をね、ああそうなんですね、止めてるイメージなんでしょうね。そうなんですよ、はい、で以前発売されたパークのデザインのようですね、ソックスライナーのあたりちょっと見てもらいたいんですけど、うん、市松模様といいますかチェッカーフラグのようなものがまして、はいはい、ホワイトとオレンジのカラーで構成されてるんですよ、ね、うん、これね、これ星一足ですけどね、これね、サイドソールがね真っ黒っていうのもなかなか珍しいんですよ、ね、はい、そうですね、はい、まあ、これに関しては今年後半って言われてまして、まだナイキのような公式写真が出てきてないので、うん、おそらくなんか来月再来月にいきなり発売されるってことはないと思うんですけど、はい、まだこの辺情報が分かり次第ですね、こちらご紹介したいなと思うんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、ナイキダンクスクラップで、ニックスですね。そうですね、ナイキダンクスクラップ紹介した久しぶりですよね。そうですね、はい、でこれ通称でニックスって名前で言えるんですけど、まあ、ニューヨークニックスのから落とし込んでるようなナイキダンクローの、まあ、スクラップシーズンになるんですけど、うん、はい、ホワイトのカラーとブルーのカラーと、まあ、一部オレンジのカラーが使われてるんですけど、はいはい、ナイキの公式写真ができまして発売が近いんじゃないかということで紹介されてました、ね、ダンクローのスクラップシーズンに関しては一つも持ってないんですけど、もう、ね、以前ねあの黒だったりとかねオンラインチャレンジあしてましたね、結局買えなかったんですよね、はい、あそうなんですね、はい、続いてなんですけど、ナイキダンクハイのサーティファイドフレッシュですか。そうですね、はい、こちらはナイキの公式写真ができまして、うん、
以前にも紹介されてもらっているんですけど、シューターの裏に2022フォールって書いてまして、うん、このフォールって書いてるので秋ごろに発売されるんじゃないかっていうナイキダンクを以前紹介させてもらったことあるんですけど、はいはい、でそれの新色といいますか、ベージュとホワイトのカラーでナイキダンクアイでできているんですけど、まあ、よく見るとアッパーの部分はレザーなんですけど、トゥーボックスのあたりとかサイドパネルの方を見てもらうとコットンのような素材になってるんですよね、これね。レザーにはなってないんですけど、でこっちの方が発売が近いんじゃないかということで海外のスニーカー系サイトで紹介されたんですけど、ただですね、このシリーズで終端の裏にですね、この2022のフォールって書いてるデザインのものが、もうイギリスのスニーカーズの、ね、発売の動画出てきまして、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、この先ほど紹介したナイキダンクハイのナイキダンクローのバージョンで、カラーは少し違うんですけど、うん、この終端の裏に2022フォールって書いてるこのナイキダンクローのがもうすでに発売状が来てるんですよ、ね、うん、で、ナイキの方からこのナイキダンクハイに関して公式写真が出てるんで発売が近いんじゃないかと思われるんですけど、まあそういった中でローのバージョンがもう UK のスニーカーズの方で発売が、ね、アップされてたんですけど、はい、はいはい、続いてなんですけども、パタとナイキエアマックスワンのホワイトの方です、ね、そうですね、はい、家で持ってらっしゃる方の統合で紹介させてもらいまして、うん、フレンズ&ハミーで終わるんじゃないかっていう話だったんですけど、はい、リークでいやこれ発売されるよっていう情報があったんで、うん、まあ、あの持ってらっしゃる方の統合があるために紹介させてもらってたんですけど、はい、ナイキの方は公式写真ができまして、うん、こんな形でどうもリリースが近いんじゃないかということで出てきてましたね、うん、なるほど。でこれパタとエアマックスワンのコラボなんですけど、僕このカラーすごく好みなんで、うん、発売されたら欲しいなっていうことを以前言ってたんですけど、これどうも、ね、発売されそうなんで、日本のスニーカーズの、ね、発売情報が来たらちょっと狙おうかなと思ってるんですけど、うん、はい、まあ、ボックスも映ってました、こんな形で、出てきてるんですけど、中の紙が面白いですね。あ、そうですね、はい、ホワイトのカラーにグレーのカラーで構成されてるものになるんですけど、まあ、今回このモデルはナイキの公式写真ができてるんですけど、持ってらっしゃる方の投稿で以前ねリーグで紹介させてもらってるんですけど、パタとエアマックスワンのコラボでマルーンのカラーに似たオレンジっていうものを紹介させてもらったんですけど、はい、その発売の情報の前にこのホワイトのがさっき来ました、うん、はい、で僕このカラーの方がいいなと思ってるんで、ちょっと発売日本の方に来たら狙っていきたいなと思ってるんですけども、はい、はいはい、続いてなんですけども、あの以前にもね、あの動画の方でやらせていただいたんですけども、はい、7月の8日にね、スニーカーズアプリの方が生まれ変わるみたいなことが、はい、まあ、の中国の方であるんじゃないかとそうですよ、ね、情報があったんで、ちょっとやらせていただいたんですけども、はい、まあ、7月8日過ぎてね、はい、アプリがやっぱり変わってる、変わったんですよ、ね、いうことなんですよね、はい、7月8日過ぎたんで、どうなってるのかなと思って、ページ開いたらですね、はい、こんなまずページが出てくるんですよ、うん、はい、男性の方が3人写ってる、うん、写真があると思うんですけど、はいはい、で、まあ、項目が2つありまして、はい、この項目の一番下の方を選ぶと、これってね、日本語に直すと、まあ、クイーンせずにページを、まあ、徘徊できるって言いますか、クリックするとそういう感じになるんですけど、はいはい、でそれをクリックすると、ちょっと見てもらいたいんですけど、スニーカーズっていうね、あのデザインされてる、ちょっと大型のこういった車のね、写真が出てくるんですよ、はいはい。で、ね、これね、スニーカーズステーションっていうふうに書いてまして、はい、それ何かなと思ってたんですけど、うん、で全部中国語で書かれてるんで、うん、まあ、訳しながらね、どういったことか調べてたんですけど、はいはい、これね、まずね、7月8日にスニーカーズアプリが生まれ変わるとさせてもらってたんですけど、はいはい、7月8日から9月の15日までにかけて、このスニーカーズステーションの方で、うん、毎日ね、はい、クイズであったりとか、はい、靴の豆知識のクイズであったりとか、うん、ゲームとかがあるらしいんですよね。はい。はい、で、それに参加することによって、別にその、なんですかね、クイズに正解しなくても、ゲームに勝たなくても、うん、参加して完了すると、宝くじを3回引くチャンスがあるらしいんですよね。あ、そうなんですか。はい。この宝くじを引いて当選すると、ランダムで、こういった景品がね、獲得できるみたいなんですよ。はいはい。で、ちょっと上見ていきたいんですけど、まあ、キーホルダーであったりとか、うん、なんかスニーカーズのデザインが入ってキーホルダーとかと思うんですけど、はい、それ以外に、シューバッグであったりとか、あと、レッドシューボックスって書いてるんですけど、はい、まあ、そういったものがもらえるみたいなんですけど、はい、その下ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、そこにすごく目がいったんですけど。びっくりしましたね、これね。はい。今回のその7月8日から9月の15日までの間に、このね、まあ、クイズであったりとかゲームに参加することによって、まあ、くじが引けて、まあ、当たってたらランダムで商品が獲得できるとさせられたんですけど、その目玉の商品の一つはこれなんですけど、オフファイトとナイキダンクローのコラボのフィフティコレクションじゃないですか、うん、これはねもらえるみたいなんですよ、ね、これ毎日当たるんですか。すごいっすよね。すごいですね、はい、ステージが3回に分けられてるらしいんですけど、そのステージごと76足出るみたいなんですよね。あ、そうなんですね。で、ステージ3つあるんで、まあ、単純にかけて228足が、まあ、7月8日から9月の15日の間にもらえるみたいなんですよ。あ、そうなんですね。はい。で、
これちょっと説明書いてあったんですけど、面白いのが、うん、サイズおよびカラーに関しては、うん、ランクアップで勝手に決められるみたいなんで、あ、選べないですか、指定は受け付けてませんって書いてるんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。おそらくこの1から50のどれかが、うん、まあ、当たるみたいなんですけど、なんかすごいことやってるなと思いました、中国のスニーカーズ。そうですよね。はい。で、これだけじゃなくて、うん、この、今回のこのスニーカーズステーションの、ちょっとこの写真見てないんですけど、マイレージポイントが貯まる制度みたいなのがあるみたいで、はいはいはい、今回その7月8日から9月の15日まで行われる、うん、まあ、いわゆるクイズであったりとか、ゲームに参加してですね、うん、マイレージポイントが貯まるらしいんですよね。毎日その、アプリを立ち上げて参加することによって、はい、そうすることによって、マイレージが貯まるにつれて、この今映ってるね、このちっちゃいこの車がね、一個一個進んでいくらしいんですよ。はいはい。はい。で、これは 100% になったら、ちょっと俺に言われたいんですけど、スニーカーズアプリミステリーアワードっていうものがあるらしくて、はい、それをゲットできるらしいんですよね。はいはい。これが、この車 100% まで、こう、マイレージポイントが溜まって、ゴールすると、はいはい。はい。で、それどういったものかと言いますと、今後発売されるナイキの限定商品を独占的にね、買うことができるらしいんですよね。限定アクセスみたいな感じなんですね。あ、そうなんですよ。はい。ランダムで限定アクセスが来るんじゃなくて、うん、もうそれを持ってたら、必ず自分にその限定アクセスが来るっていうことならしいんですけど。それ、毎回じゃなくて、最初の1回ではそうなんですかね。あ、そこまでな感じなかったんですよ。ただね、そのね、このミステリーワードっていうのを、例えば、ヒアレスを僕が持ってたとしても、その限定商品の買うチャンスがあった時は、円卓で売るらしいんですよね。あ、そうなんですか、ね、そうなんです。必ずゲットできるっていうわけじゃないんですけど、あ、その、なんですかね、限定商品を買う権利はあるんですけど、うん、そこは早いもんなんですよね。なるほど。っていうことらしいんですけど、はい、それがね、9月の16日以降に招待されるというふうに書いてましたけどね。このマイレージポイントとかやっぱり用意するところを見ると、はい、前にナイキアプリというか、このスニーカーズアプリは顧客満足度が低いという話があったじゃないですか、はい、だからこんな大盤振る舞いしたことなんですかね。ね、プレゼント入社してるのかなという気もしますけどね。はい、これマイレージポイントの説明ね、めちゃくちゃ面白かったんですけど、はい、クイズとか先ほどね、勝敗関係なく、うん、まあ一応その、景品をね、獲得できるのをさせてもらってたんですけど、はい、このマイレージポイント貯まるのって、例えばクイズとかゲームに勝つと、うん、クイズに正解しなかった人であったりとか、ゲームに負けた人に勝った人の方が先に進めるらしいんですよね。はいはいはい、マイレージポイントは、なんですかね、多く貯まると言います。はいはい、なんで、まあ、割と、なんですかね、ガチ勢がちょっと有利と言いますか、っていう感じなのかなと思う。ただね、そのクイズに正解しなかったとしても、ちゃんとね、ポイントはもらえて前に進めるらしいんですけど、ただ、正解してる方の方が、正解しない方より、多少5倍ぐらい多かったと思うんですけどね。はい、この特設ページなんですけど、今はもう見れないんですね。そうなんですよね。はい、ちなみにこれ見れたのは先週の土曜日に見れて、一応コピペ撮ってたんですけど、うん、今日どういう風になってるのかなと思って見たらですね、うん、見れなかったんですよね。なんか見る限りでは海外からのアクセスを弾いてるような感じ。あ、そんな感じでした。出ますよね。そうなんですよね。たまたまあの日先週の土曜日見れたのかなっていう感じなんですけど。そうですね。ひょっとしたら、はい、まあこれをね、中国最初にやってますけども皮切りに、はい、他の国でもやるかもしれないんで隠してるのかもしれないですね。してないですよね。はい。だってクイズとかバレちゃいますもんね。はい、そうなんですよね。はい、まあこれ日本にも来てほしいですけども、ね、このスニーカーズステーションですか。はい、はい、まあ気になりますよねこれね。そうですね。はい、はい、まあ僕クイズに答えれる自信は全然ないですけどね。はい、まあでもね、別にね、勝敗関係なく宝くじを引くことはできるみたいな、ね、ああそうなんですね。そうなんですよ。はい、はい、まあ、マイレージポイントに関してはね、まあちょっとね、まあクイズに強い方であったりとか、うん、そういう人が、まあ有利なのかなと思うんですけど、まあスニーカーにね詳しい方であったりとか、ね、はい、うん、僕らね、このノープホワイトとナイキダンクロームザ・フィフティコレクション、かすりもしないです、ね。かすりもしないですね。はい、ね、だから今回ちょっとね、もし日本にも来たらね、ぜひともチャンス欲しいなって感じがしますけど、ね、はい。あと、220足ぐらいまだあるんだなってちょっと思いましたね。ああ、在庫がね。はい、そうなんです。これ結構実はたくさん作ってるって話なんですよね、これね。そうなんですよね。はい。はい、まあこんな感じでね、はい、中国でのお話にはなるんですけども、スニーカーズ面白い企画もやってると。ほんとびっくりしましたよ、先週の土曜日。フィアレスに連絡したんですけど。そうですよね。はい。はい、まあこれがね、まあ日本にもね来たらすごい嬉しいなということなんですけども、はい、また何か事前に情報分かりましたら動画ノートを伝えていきたいなと思いますので、気になる方チャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイノリでした。さよなら。
sorry but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. At Parker's can't listen but finish.